自燃所三浦哲夫もしかしたらどこか内臓を患っているのかもしれないそれとも血圧の具合でも思わしくないのだろうか何しろ盛んだ頃にはこの地の花町の売れっ子に子を産ませたほどの道楽者だから今でも相当な飲み手に違いなかろうと思われるのに問い合わせてみると案に相違して 会うなら白昼しかも場所は町中のフルーツパーラーがよろしかろうということであるいずれ昔なじみの待合かそうでなければ花町の路地の奥にある気の利いた小料理屋の2階あたりで落ち合って酔いの口からしんみりとご対面というつもりでいたのだがすっかり当てが外れてしまった町のフルーツパーラーなら もう二十年も前のことになる半玉の頃に奉梅たちと誘い合わせて稽古帰りによく寄っておしゃべりにふけったものだがまさか四十近くになった今頃あんな明るいにぎやかな店に初対面の父親と向かい合ってストローを加えることになるとは思わなかった冬が間近だとは思えるような小春日和で踊りの稽古着にしている 母親譲りの山眉マユ紬では歩いているうちに汗ばみそうだったが母親によればこの紬は千年あの人が信州旅行で気に入って土産に買ってきてくれたものだからいい目印になるはずだというあの人とはこれからフルーツパーラーへ会いに行く実の父親のことである着物にはうるさい人だったからねえ。 あのの人がボケていなけければの話だけどさ。「母親は長火鉢の縁を人差し指の腹で意味もなくこすりながらそんなことを言う」「もう70なのに頬骨の頂にうっすら赤みが刺している」「何をするにも和服ばかりでろくな洋服の持ち合わせがないし体も和服に馴染んでしまって もはや様相にはすっかり自信を失っている仕方なくカエルの子はカエルと諦めてクリーム色の地に茶と紺の縞模様の山間マつむぎに薄茶の帯をきつめに締めた台所の天窓から差し込む日差しが強い小桃は冷蔵庫を開けて「小娘じゃあるまいしさ」。 フルーツパーラーへ死んだと思っていた父ちゃんに会いに行くなんてと小声で愚痴をこぼしながら氷のかけらを一つ口の中へ放り込んだ隅の方で冷えている大吟醸の青春がちょっと恨めしかったもう長いこと父親の名は亀之助で自分がまだほんの幼児の頃に病死したのだと思い込んでいたのは 母親にそう教えられていたからである実際うちの仏壇には頭を角刈りにして黒っぽい和服を堅苦しく着た初老の男の小さな写真が飾ってあって母はそれを死んだ父親の家だと教えた寺にある墓石は古い上にに随分ん脆い石材だと見えて側面に刻まれている小文字の大半は マメツで判読も難しいが「亀之助」という名だけははっきりと読める。こももは仏壇の写真を覗き見ては子供心にも父親にしては父と年を取りすぎているような気もしたのだが男というものは時として相当な弱いになってからでもまだ父親になれるものであるらしい。母親は自分がこももを産んだ時 父親はちょうど還暦だったと言っていたところがこの秋口に思わぬことから自分が長年母親に騙されていたのに小供は気づいた自分の実の父親は亀之助ではなくて松蔵でその松蔵という人物はおそらく今でもこの世のどこかに生きているのであるそんなことがどうして分かったのかというと パスポートの取得に必要な戸籍証本を市役所へもらいに行って、帰りに中庭のベンチで隅々まで読んでしまったからである。急にパスポートなど用意することになったのは、時々大人遊びをしに来る東京の不動産屋が地下の高等に乗じて人儲けし、子供をはじめ馴染みの子を3人香港へ連れて行ってやろうと言い出したからだ。 小桃は海外旅行など初めてで、帰ると声を弾ませて母親に話した。早速パスポートというものを用意せねばならぬことも話した。けれども戸籍商本のことは、それがパスポートを取るために必要だとも知らなかったから話さなかった。母親の方も知るよしがな。市役所へは清本の稽古の帰りにちゃちゃと二人で行った 見ているとおかしなもので戸籍係から当本や小本を受け取った人々はほとんど例外なく担任の教師から通知表をもらった小学生のようになんとなく不安そうな顔つきで背中を丸め細めに開けて中身をちらと覗き見てからそそくさと立ち去っていく茶々の方が先に名を呼ばれた「内田智恵さん」と本名を呼ばれて チャチャは一瞬キョトンとしていたが、すぐに、あ、あたしと言って椅子から立っていった。小本は便箋ぐらいの大きさの一枚の紙であった。チャチャは何かの面上でももらったかのようにウキウキと受け取った小本を親指と人差し指の先でつまんでひらひらさせながら戻ってきたが、 その小本の片面には思いがけないほど多くの文字がぎっしりと書き込まれているのが小ももにも見えた。チャチャが生まれながらにして引きずっている目に見えない厄介事が文字に化けて列をなしているように見えた。チャチャもそれに気づいて真顔になると立ったまま背中を丸めてほんの少しだけ読んだ。 それから小本を握りつぶすように丸めると眉間にシワをこしらえて「悪いけど今日はおらを一人で帰らせてな何かしら急に気分が悪くなった」だら「お先にな」と言って逃げるように小走りに帰っていったそれをなんとなく気の毒な思いで見送っていると小ももやはり本名で「酒井時子さん」と呼ばれた。 小桃は自分の戸籍商本を見るのは初めてだったが一目で父親の名を書き入れる欄が空白になっているのにまず気がついた隣の母という欄には酒井金とはっきり母親の名が書き入れてあるだから父という欄には亀之助となければならないが何もない空白のままである 小ももは中庭へ出て日陰のベンチに腰を下ろした「K」の間に並んでいる細々とした毛筆の文字の数は「茶々のに比べて格段少なかったが落ち着いて読んでみると「茶々を気の毒がってばかりもいられないことが分かった第1行目には生年月日や出生地のところ番地を母親が届けたという記述があり次の行は「 それから10日ほどして、父・小野松蔵が認知の届け入れをしたという記述があった父・小野松蔵が突然出てきたので小桃はびっくりして目を見張りその第2行目を何度も繰り返し読んだその晩小桃は母親に白状させた手間はかからなかった「お母ちゃん一体どういう魂胆?」と流し目に見て 前に戸籍商本を広げて見せるだけでよかった。母親によれば亀之助というのは母親自身の父親で子も,もを産ませたのは小本に記載されている通り小野松蔵だがその後その松蔵と縁が切れたこともありゆくゆくは置屋を継がすつもりの娘には男親などかえって邪魔になるばかりだと思って死んだと教えていたのだということであった。 じゃあ今でも健在なのね父ちゃん健在かどうかはともかく死んだっちゅう噂は聞かねえすけになはや80枠をしたろ母親は相手の居所や消息を知っているのだろうが昔かたにそんなそぶりは少しも見せなかった「会わせてな一度今更おってどうするってな」 おうってどうするということもないけんど、親子がお互いに生きとるのに、顔も知らずにいるというのも気がかりなこったえ。こっそり連絡とって合わせてな。癖になったりすれば、先様に迷惑だからの。癖になるような年頃、とうに過ぎたせ。んだら、いっぺんこっきりよ。約束する。 これがおらの父ちゃん方をつくづく顔を見れば気が済むのそれでは町のフルーツパーラーで「短時間なら」と返事が来たのは香港旅行から帰って間もなくであった母親は曖昧な思い出話をするばかりで初めて落ち合う相手の特徴を一向に教えてくれなかった確実なのは 相手が八十数の老人で中肉中背で以前から町へ出るときは灰色のソフトボウで髪の薄い頭を隠すのが習わしだったということだけである。子桃はせめてそのソフトボウを目印にすることにして約束の時間より早めにつくように家を出た相手が先についてソフトボウを抜いてしまえば唯一の目印がなくなってしまうのだ。 安価街の角にある広いフルーツパーラーで、日和のせいかウィークデーの午後だというのに店内は予想以上に立て込んでいたほとんどが女の客だったが中に2人だけ男の老人が混じっていて1人は連れ合いらしい老婦人と並んでアイスクリームをなめていたもう1人は近在から出てきた人らしく手編みの厚ぼったいジャケツの上に 早くもチョを重ねにしたなりで、時々虫眼鏡を用いながらのんびり新聞を読んでいる。小桃は運よく入り口の近くに空席を見つけて、そこから一枚ガラスのドアを押して入ってくる人々を注視していた。今はもはや灰色ではないかもしれるが、ともかくソフトボ棒をちょいと斜めに傾けて、 首には渋い水玉模様かなんぞのアスコット体を形よく巻いた勝者な老人だったらどうだろう。小ももは珍しく胸がときめいていたふいに後ろから肩を軽くたたく者がいた小ももは振り返った思いがけないことに奥で新聞を読んでいたジャケツの老人がいつの間にか背後に立っていて。 まぶしそうに目をしばたたきながらもっと思いがけないことを口にした「おめえさんきこだえその紡ぎを着ているところはおふくろの若い頃にそっくりだあああっちのテーブルさこいっちゃ」。こももはちょっとの間発見に取られて老人の赤い鼻を見つめていた。 それからはじかれたように椅子から立ち上がって奥へ引き返す老人に従った自分は確かに時子であり自分を時子と呼ぶ老人は自分の父親しかいないのである「すぼー」と小桃は奥のテーブルに向かい合ってからも老人の日焼けしたしわ深い顔から目を離さずに言った「あんたさんは小野松尾さんで?」。 んだ、と老人はうなずいた「置いた」と顧問は驚きあきれる小声を漏らした「本に松蔵さんで?んだ」だおにせ老人は人の良さそうな笑いを顔いっぱいに浮かべ小ももつられて笑顔になった畳んだ新聞の上に形が崩れてリボンも色あせた褐色のソフト棒が乗っている。 子ももは父親が気取った老紳士でなくてかえってほっとしていた「おめえは何にするウとトレスに手を挙げて父親が言った父ちゃんは子ももは思わずそう言ってうろたえたいい年をしてたちまち涙ぐんだからであるあだらクリームソーダせだらおらもクリームソーダ と四十女が椅子に体を弾ませていった2人は緑色の甘いソーダー水をストローで飲んだ父親が物柔らかな口調で言った「恨みでもあれば何でも喋れや」小桃は急いでかぶりを振った「何も恨みを訴えに来たのではない」 けれどもそれ以外の言葉も何一つ口から出てこなかった2人はただどちらも無言のままたっぷり時間をかけて一杯のクリームソーダーを飲んだだけであった別れる時父親はテーブルの下から握りが太くて先細りになっているねじれたステッキのようなものを取り出した。 全体が油紙に包まれていて麻ひもでらせん状に縛ってある「これはな自然薯だけんだ」と父親は言った「自然薯山の芋よ今朝おらが早起きして自分で山から掘ってきたこれを土産に持って帰ってけれおめえのおふくろはこの自然薯が好物でなあ。 精がつくからこれで売れっ子の頃をしのいだものやよ。まあ二人で麦とろにでもして食っててれフルーツパーラーを出ると二人は下着よく右と左に分かれたがまだ何歩も歩かんうちに小桃は父親に呼び止められた「そうステキみてえに持ってあるっちゃなんね」。 次年のの命は根っこの先にあってな途中でおらずに根っこの先までそっくり掘り出すのが礼儀なのせステッキみたいにして持ち歩いたらいつかはうっかり根っこの先を傷つける横抱きにしてやってけれ父親は笑ってそう言うと型の崩れたソフト棒をわしづかみにして 頭からちょっと持ち上げて。